大須観音の豆まきは午前10時から始まりました。大須観音は伊勢神宮から授けられた鬼の面が地宝となっているため、鬼は外は禁句で福は内とだけ唱えます。今日は厄除けに訪れた人たちが本堂前に設置された舞台から福は内の掛け声で豆をまくと、参拝客が袋を掲げて豆を受け止めていました。午後は栄から大須観音まで練り歩く宝船行列が行われます。